はい、どうも、コミです。さて、本日はこちら、GS さんからですね、動画をお届けしたいというふうに思うんですけども、テーマはですね、タウンホール11の、戦術の盛り合わせというところでお届けしたいというふうに思ってます。で、前回ですね、タウンホール11の動画、エーテルさんに伺って、撮影をさせてもらったんですけども、まあ、自分のですね、ちょっとある大会のルールをちゃんと把握できてないっていうちょっと問題がありまして、これ以上ですね、エーテルさんにちょっといさせてもらうのが、まあ、ルール上厳しいということで、今回ですね、かねてからツイッター上でこうお付き合いをさせてもらってました、GS のリコーさん、ですね、お話をさせてもらいまして、今回、GS さんの、イベント用クランですね、CWL とかそういった、海外のリーグなんかに使う、専用クランになりますので、こちらに、アカウントを貸させてもらって、不定期になるんですけどね、そういう、イベントがあった際に、タウンホール11、まあ、なしは12も含めて、撮影をさせてもらいたいなというふうに思っています。ちょっとまあ話が長くなるんですけども、ごめんなさい。少しお付き合いいただきたいんですが、私のチャンネル、タウンホール13はですね、関西クラクラクラブ、自分のホームクランですね、と TH コンプリータさんという、まあ、一緒に、行き来もしている、この2つのクランで、撮影をしているんですが、よくですね、12、11のアタックっていうのを紹介してもらえないかということでご要望いただくんですが、今言った2つのクランってそのアタックを全くも取れる環境にないんですね。オンリークランなので。なので、本日、まあ、今回ですかね、12以下のアタックが取れるクランさんを、ちょっとこう探している中で、先ほどのエーテルさんとか GS さんにこう、声をかけさせていただいたというところになりますので、決してですね、自分が移籍するとか、そういうことではないので、あくまで、皆さんにタウンホール12、11っていうね、タウンホール隊の、最先端のアタックを、ご紹介しながら自分も勉強していきたいと、したいというね、ことで、これから撮影をしていきたいと思いますので、これからもですね、ぜひ、見てもらえたらなというふうに思うんですが、本日結構多いです、合計6本ですね、動画撮っていきたいというふうに思います。で、それぞれ全部戦術が違うんですけども、GS さん、当然皆さんご存知の通りですね、もう世界で戦っていて、日本でも、ウェルプレードリーグさんとかですね、まあ、いろんな、大会に出て、もうタイトルの本当もうダッシュ、直前とかダッシュ、もうそのものとかですね。まあ、かなりもうレベルの高い、クランさんです。なので、もう本当に日本トップ級で世界にでもですね、上位に入るクランの、特にタウンホール11のアタック、これをね、やっぱ見れる機会っていうのはなかなかないと思うんでね、ぜひ注目してもらえたらというふうに思うんですが。さて、ちょっと前振りが長くなりすぎましたかね。早速いきたいと思います。1本目。まずはこれからですね。なんといってもやっぱりタウンホール11で、私が、すごい強い強いと思ってたのがこの戦術ですね。サービス終了編成と、よくね、ジョーカーさんが最近紹介されてますけども、私もその名前使ってます。このゴーレム、ネクロ、ボーラーを使った、攻め方ですね。ドバッとこの面からこのユニットたちをゴーッとね、こう、面で押し上げていくというような攻め方になっているので、壁が邪魔なんですね。なので、クエイク8発を使って、まずこの壁を、壊してしまって、すべてのこの区画を、壁をね、こう繋げるというか、こういう風に繋げていく。ネクロマンサーとボーラーが止まらないように、もうこれを 1個のその、なんていうかな、区画にしちゃうっていう感じですね。で、こんな形ですね。一気にここで、ゴーレムを出し、ターゲットを取ってから、後ろからネクロマンサー、ボーラーをドバッと出していきます。で、ドバッと出していきながら、相手の防衛援軍と当たるところでは、しっかりポイズン。で、レイジは中央部隊に打っていくというところになるんですけども、このアタックですね、もう、このジュンさんが、もう、タウンホール13においてもそうなんですけども、まあ、いろんなタウンホール隊で、もう、とにかくこの攻めをね、多用されているという印象が多分、よく、その界隈のね、情報に詳しい方はあると思うし、自分もそうです。で、めちゃくちゃうまいんですね、今回も。こんな感じで、もう完全に中央のユニットがもう束になって、とてもこう、ドバ出しで進めてるとは思えないですよね、この勢い。これをね、なんでできてるかっていうとですね、おそらくなんですよ、ジュンさん、この面でユニットがこうね、進めるような、配置を選んでると思うんですね、こういう風に。この面が崩れてしまって、もしもユニットがこんな風になってしまった場合、進行がですね、こうなってた場合っていうのは、ここにいるユニットっていうのが、もういろんなとこからこうダメージを受けまくって、潰されちゃって、プランが崩壊しちゃうんですね。なんで、しっかりその同じ、この1、2、3ですね、この3つの、チーム
外周を歩く1、3部隊と中央に入る2の部隊が、同じスピードで進行するように、防衛施設がなるべく、均等に、なんていうのかな、体力がある。例えばこっちにめちゃクロスボーンが固まってるとか、そういう配置は多分あまり良くないんですね。または面を変えるべきだと思うんですけども、均等にこの面の、各面、この面の防衛施設の体力っていうのが、まあ、ある程度均等であるような配置だったり、その面を選んで攻めてるんじゃないかなと思います。で、序盤にですね、タウンホールとか高体力施設っていうのは削っておいて、ユニットの進行に遅れとかね、先走りが生じないように調整をかけているんじゃないかなというところですね。で、そのやっぱ調整が多分すごい大事で、ユニットがちゃんと面で歩いていくっていうのは、まあ、クラクラにおいても基本的な、前回を取る時の、基本パターンなんですね。いかにしてこの面で歩かせるパターンを作るかっていうのが、重要になってくるんですけども、それをですね、やっぱり、しっかりその村の、施設の配置の偏りなんかを見ながら、序盤調整しているということ。あとは、ここですね、左右にちゃんと流すユニットを作っていくってことですね、こういうところ。こういう風に流すユニットを作りながら中央に入る。この3つの部隊にしっかりユニットが分かれていかないと、この戦術は成立しないので、そこに多分注意してると思います。あとはまあ、結構ね、ドバ出しっていうので、みんな本当に何も考えずにゴーレムとかドバッと出す人がいるんですけど、じゃなくって、やっぱり序盤ですね、ゴーレムで全ての防衛のターゲットをまず取って、後から出すネクロマンサーが出した瞬間に根気を受けちゃうとか、そういうことが絶対ないようにしてる。ね、ジュンさん、そういう細かいところも実はドバッと出しているように見えてかなり気を使っている点じゃないかなというふうに思うので、これをね使う、機会があった場合にはぜひそこら辺に注意してもらったらいいんじゃないかなというふうに思います。さて、次ですね、2つ目いってみましょう。ヤンさんですね、ヤムさんっていうのかな、ヤンさん、ヤムさんの、これは天才、ディガーですね。天才戦術っていうのはタウンホール13でもよく使われてましたけども、やっぱ11でもですね、ドラゴンをヒットによく使われるなという印象で、今回のこの GS3 のアタック、タウンホール11結構多かったんですが、天才系の攻めを使っている方は本当にいっぱいいました。で、クランジをこう壊していくことによって、このですね、十字方面のですね、火力っていうのがほぼほぼないんですね。なんでかというと、ここクラン城で、もう本当持ってる区画って言っても過言ではないんですね。こっちにインフェルノ、クロスボウ、キング、クイーンっているじゃないですか。なんでこっちは確かに高火力なんですよ。ここは確かに高火力なんですけども、こっち側は低火力なので、なんだ、防衛軍さえ潰してしまえば、ボマーで、こんな風にほぼ一掃できちゃうっていうことですね。あとはベビードラを使ってカットすることによって、こういうルートを作って、ここに、ディガーですね、マイナー。こいつをガーンと通していく。こちら側のカットは、クイーンでやっていくっていう感じですね。こんな風にしていってます。で、まあ、これが本当にまあ、よく相手のその村の火力の偏りを見てらっしゃるなというところで、ボマーっていうユニットは、対空砲とか、シングルインフェルノがなければ、まあ、早々タウンホール17は止まらないユニットになってくるので、相手の防衛軍の中に、まあ、例えばドラゴンとかが入ってると結構ね、そこでゴー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 焼かれちゃうんですけども、まあ、それを事前に、ライトニングで潰しておくということによって、こっちの角を、丸々ですね、ここ。ここを丸々ライトニングと、ボマーで削ることによって、ここにディガーを通すルートを作るということができるんですね。これがもしも対空砲なんかが、ね、この上の方にあったら全然このプランは成立しないんですけども、そこの、火力の偏りっていうのを、しっかりとね、見て、攻めたナイスアタックだったなというふうに思います。壊した施設こんな感じですよね。この対空砲をきっちりと、ライトニングで砕いている上に、このアチャトーも砕いている。このだから対空の要、1、2、3、4、これを砕いちゃうと、もうボマー止める施設がないよってことなんですね。グランドウォーデンはいますけども、まあまあ、速攻でこれを倒しちゃえば、あとはもうボマーが無双できるというね、はい、ところで、そこの偏りをついた見事なアタックでした。さあ、次行きましょう。こういうね、偏りがあった場合っていうのは、今みたいなパターンで潰すっていうのも本当にありですよね。で、次、クイラはですね、見ていきたいと思います。これは、ハイガキン協会理事長さんですね。すげえ名前、すごい名前だと思うんですけども。ベビドラを使って、カットをしながら、これ、キング、クイーンと出していくんですね。で、ヒーラーが5体いる。このヒーラーをどこでつけていくかっていう話なんですけども、
これね、相当にしてアクロバティックな攻めなんで、おそらく簡単には真似できないんじゃないかと思います。真似するのめちゃくちゃ難しいと思うんですけども、本来このクイーンは、マルチインフェルノを、倒してこの区画の中に入れたかったはずなんですよね。けど入んなかったんで、仕方なしに、これ外側にもう歩かせちゃったというところだと思います。このマルチインフェルノが少しね、ヒーラーを、間違った。マルチインフェルノがある中で、バーバリアンキングにその、なんていうのかな、ヒーラーがうっかりついちゃうと、全部ヒーラーが焼かれてしまいますんでね。そうならないように、ババキンがやられてから、ヒーラーを出すと、まあ、いう順番にしたんだろうと思うんですけども、まあ、そのね、ちょっとタイミングを伺っている隙に、アーチャークイーンが外周回っちゃったっていうのは、こっからもリカバリーアタックですね。ただまあこのリカバリーが本当にうまくてですね、今回のこの配置って結構壁の隙間にこう通路みたいなものがこういっぱいこうあるじゃないですか。そこにアーチャークイーンがうまいことはまって、ぐんぐん進軍していきます。で、残ったラバルのルートなんですけども、おそらくね、これはまあ相手のこのアーチャークイーンと防衛援軍をしっかりこの壁のね、この区画の中で潰したかったんだろうと思うんですが、それをどういう風にケアしていくかっていう、そのね、ケアの仕方もすごくうまいんですね。アーチャークイーンが中央に入ってきてイーグル砲もっと安いパワーを叩いてくれます。で、結構時間を使っているんですけども、まあ相手のアーチャークイーンとかを残しちゃうとだいぶ大事故につながりかねないんで、そこはね、アーチャークイーンの動きをしっかり見極めてから攻めるっていう、この、落ち着きがすごいですね。おそらくタンホール13をやっている方だとこれができると思います。11をやっていると11のスピードっていうものが自分の中のそのマックススピードになっちゃうんですけども、13やってると、もうその一瞬一瞬の判断に要求されるその反応速度っていうのが結構違うんですね。それはもう、施設数と火力数が全然違うので。で、それにおそらく慣れている方だと、こういうふうに、アーチャークイーンの動きっていうのはある程度先読み先読みして、で、これでアーチャークイーンが、クイヒーが相手のアーチャークイーンを倒してくれるなという、おそらくですね、3段が立った段階でこうバルーンを使ったんでしょうね。その時点でもうルートがこういう風に出来上がっていますので、ここに対してあとはもうバルーンを当てていくと、こんな感じですね。ぐーっと当てていくっていう、まあそんな感じの流れで全キャプで持っていきます。このクイヒーラバルっていう攻めは、そのクイヒーが最後までやられないことが本当必須条件になります。これやられちゃうとアーチャークイーンに対して、ついてるヒーラーがもう完全に腐っちゃうんですね。ディガホグなんかの場合だったらそのディガーにスイッチするとかいうことがあるんですけども、クイヒーラバルの場合はみんな主力が空なので、もうクイヒーが回復できるユニットって陸しかいないじゃないですか。だから腐っちゃうっていう意味で、本当にもうクイヒーを初めから最後まで完全に生かす、途中で落とすことがないっていう自信がある場合にしか基本使わない方がいいだろうと思う。結構これは見た目、なんかそのダラダラ言ったように見えちゃったかもしれないですけど、実は空飛の体力管理やルート管理、めちゃくちゃハイレベルなスキルを使っている、まあそういうアタックだったんじゃないかなというふうに思います。さあ折り返しですね、残り3本見ていきたいというふうに思います。ではですね、もう一個クイヒーつながりでクイヒーティターを見ていきましょうか。これまた面白くてですね、ヒーラーの数が5体いる、まあ、クイヒーディガーなんですけども、このタンホールのところから始めていきまして、防衛援軍をしっかりとアーチャークイーンで倒しながら、ディガー私を流していくという、まあ、そんな感じのアタックですね。で、最近やっぱですね、タンホール11においても、クイヒーディガーが引き続き結構、よく使われています。で、ライトニングのそのコストが1にね、下がった段階から、天才ドラゴンという、まあ、この後2本立て続けでそれをご紹介するんですが、ライトニングを使ったドラゴン戦術がよく、使われるようになってきたんですけども、まあ、あくまでそれは、この戦術が強くなったから使われてるんであって、クイヒーディガーが弱体化したわけでは決して、ないんですね。なので、引き続きクイヒーディガーっていう戦術は、タウンホール11をやっていく上で、抑えておきたい、強い戦術になります。まあ、というかですね、今回のこの動画6本見てもらった中、見てもらう中で、個人的に、まあ、自分がよく使っているってのもあるんですけども、個人的にこれを押さえておいてほしいと思うアタックっていうのが、このクイヒーディガーと天才ドラゴン、この2つですね。これを押さえておくと、おそらく結構な配置に対応ができるんじゃないかというふうに思います。で、防衛援軍とシングルインフェルノ、これをマルチインフェルノですね、これをクイヒーで、ケアしていきながら、さらに、これ本当多分スーパーボールブレーカーはここに当てたかったんじゃないかなと思うんですよね。この、イーグル砲の区画にアーチャークイーンを、イーグル砲の区画でここか。にアーチャークイーンを入れてイーグル砲を殴りたかったなと思うんですけども、ちょっとずれちゃったんだと思います。が、バーバリアンキングと投下兵舎でこの外周を歩かせてですね、ここ。
歩かせて削りを入れていきながら、リガーたちはこのルートですね、こんな感じのルートをこう歩かせていくという感じですね。まあ、少しここでディガが膨らんじゃうんですけども、まあまあ最終終着地点に向けてアーチャークイーンがね、こう進軍していってくれてるおかげで、多少ですね、そこに関しては、ね、ディガが最後まとまってくるっていう形で、ばらけるのを最小限に防いでますね。で、今回のケースでいうと、まあ、最終区画にテスラ森があるんですが、まあ、これ呪文なしで乗り切っていきます。まあ、そのことができるのは、ババヤンキングと、ペッカーですね、がしっかり抗体力で生き残っているっていうのがでかいですね。これがいると最後の区画に多少火力があっても、もう力で押し切れちゃうというところですね。おそらくこのクイヒーパート、まあ、個人的には、どうなんでしょうね。こっち側をキングで潰してっていう手もあった気がするんですけどね。こっちをキングで潰して、ディガーをこちらから出すっていう手もあったんじゃないかなっていうね、こんな風に出していくっていう手もあったんじゃないかなっていうふうに思うんですけども、まあまあ、それはおそらくタウンホール11をやり慣れているジョーンさんの、意図が別のところにはおそらくあったんだと思いますね。この方が結果的にはどうなんだろう、良かったのかな。ちょっとそこに関しては自分、なんでこの、二次面からディガー出せなかったのかなっていうのは少しご本人にも聞いてみたい、まあ、興味のあるポイントでしたけども、まあ、いずれにせよこのクイヒディガーっていう攻め方に関しては、とにかくですね、強い投下兵士の中に入れたコグライダーと組み合わせる、この組み合わせがめちゃくちゃ、強くて、この呪文編成に関しても、レイジさんの、ヒール2のフリーズ2っていうのが本当にいろんな、イレギュラーにも対応できる、なんていうかな、一般度の高い、編成になってきますんでね。まあ、これも丸々コピーして使ってもらってもいいぐらいかなというふうに思いますんで、ぜひ、参考にしてもらえたらと思います。ではですね、最後2本いってみたいと思います。これ、クイヒではないんですね。次は、はい、これ、天才ドラゴンですね。で、この天才ドラゴンがですね、また本当に強い。このタウンホール11の環境においては、この、なんだ、対空砲を、クエイク1のライトニング2で折ることができますので、それをやっぱり使いながらですね、ドラゴンの天敵になっていく対空砲を折りつつ、やっていくっていう形になりますね。ヒーローパートで折れるところはヒーローで折っていきながら、折れないところだったり、折るにはちょっともったない、ヒーローを使うにはもったないなっていうところに関してはライトニングで折っていくっていう感じですね。で、これ、相手の、ギガインフェルノ、インフェルノタワー、これがマルチであるっていうのは結構重要です。ドラゴンってやっぱシングルインフェルノには結構、弱いんですけども、マルチには相対的に強いので、マルチ2本、あとここにクロスバンが陸ですよね。こういう風になってきてる配置っていうのはもう天才ドラゴン狙い目です。いかにして、このライトニング、パート、あとヒーローパートで、主要な対空砲を潰しながらドラゴンのルートを作るかというところですね。それを意識しながらやっていくといいと思います。今回でいうとエアスイーパー2本プラス対空砲1本を、アーチャークイーンとババリアンキングで折っていくことができたので、残った部分の対空砲3本をクエイクとライトニング2発で折っていきます。まあ、ライトニング3発でも折れるんですけども、クエイク使った方がこのクエイクを使ったこの中心部からより広範囲にダメージが与えられるので、ライトニング3本を使うよりも、村全体に対して与えられる総ダメージ量が大きくなるんですね。そうするとドラゴンがもう 1,2 発炎でこづいただけで、そのクエイクを当てている施設が壊れちゃいますので進軍が早くなるっていうね、まあ、そういう利点があります。なのでぜひタウンホール11で、レベルマックスの呪文が使える場合には、対空砲を潰すのに、クエイクを一発入れてライトニング2発に抑えるっていう方法を、ぜひ取ってもらいたいなというふうに思います。で、相手の防衛軍はこれ出てこなかったのかな、多分今のパターンでいくと。仮に今出てきてもドラゴンなので、この集団のドラゴンが、ゴーゴー火を吹けば、まあ、基本的にその、ユニットは全部やっつけられますよね。陸に反応するラバハウンドや、ゴーレムっていうのはドラゴン、まあ、空部隊には反応しないので、まあ、そこにうっかりアーチャーとかがね混ざり込んでこない限りは全く問題なく、援軍が出てこないので、安心して進軍できるというところですね。で、こんな形、今回の話、攻め方でいうと、ここをしっかりと、ヒーローパートでこう削ってきましたね。なのでドラゴンたちはぐるっと、まあこんな風に移動していく感じですね。ドーナツ型みたいな形でこの半円を描いていくんですけども、ここから、ボマーをね当てていったので、
実際この四字区画のこの部分っていうのはゴマで壊したから少しドラゴンの、行動する範囲っていうのが狭くなったというところですね。まあそれにしてもめちゃくちゃすごい量 のドラゴンを残しての全開になったので、お見事なその天才アタックだったなと思います。でやっぱりですね、この天才ドラゴン本当に強いですね。今回の GS さんのアタックを見てもタウンホール11ではもうこの天才ドラゴンで結構全開取ってます。まあ、なんでもう本当もっとね紹介したかったんですけども、まあ、尺の関係もねありますんで、まあ、6本中2本はこれにしたというところでご容赦いただければと思うんですが、まあ、そのなんていうかな、えりすぐった6本の中の2本に天才ドラゴンが入るっていう、まあ、そのね、入選率の高さからこの戦術のまあ強さっていうのを感じてもらえたらいいかなと思うんですが、これですね、このような村には特に刺さります。どんな感じかというと、エアスイープと対空砲がこうライトニング1個の範囲に両方とも入るんですね。でこういう部分に対してはしっかりこのライトニング4プラスのクエイク2で、まあ、なんていうの、1、3かクエイク1のライトニング2ですね。でそれぞれの対空砲とエアスイーパーを美味しくダブルまとめて折っていくというね、形でやっていきます。で、先にこの空の援軍を、釣り出してドラゴンで処理しておいたので、こんな形で、クエイクと、ライトニングで対空砲を処理しちゃえば、今ねこの地方向にいるドラゴンっていうのが無双状態になるんですね。怖い対空がないのでひたすらこいつがサイドカットをすると。今このプランニングもすげえなっていうところなんですけど、で、主力のドラゴンに対しては、グランドボーデンのトーム、さらにヒールを合わせて高火力のね、部分っていうのを乗り切っていきます。残った対空砲2本っていうのもこことここにあったんですが、こちら側についたドラゴンが序盤に、こちら側、虹側はアーチャークイーンが追ってくれたので、もう序盤でですね、対空砲が全てなくなった状態で、あとはもうドラゴンが、ね、怖くない、防衛施設をガンガン攻めるというところですね。この対地のクロスボウなんかがやっぱあるっていうのも、このドラゴン戦術を使うポイントですし、さっきの1本目同様、マルチインフェルノタワーに2本ともなっていたっていうのも、これもポイントですよね。マルチインフェルノタワーになっていればそこにヒールを打ってあげることによって、もうドラゴンは簡単にマルチを破壊してくれますんでね、ドラゴンに対して、アドバンテージが取れる対空砲シングル IT、 これがなるべく少ない、村、さらにそこに、対地のクロスボウが合わさった場合にはこんな形で、ドラゴンに、ライトニングをサポートとして与えることによって、まあ、圧倒的な全開になるというところですね。なので、まあ、GS さんもおそらく、得意不得意皆さん戦術それぞれあると思うんですが、かなりその、なんていうのかな、自分の得意戦術が刺さる村を選んでこう攻めていらっしゃるんだなっていうのが本当にこう見ていてよくわかるアタックですね。相手の村の弱点っていうのを、それぞれしっかりと抑えながら攻めている。一応この動画を通してどういうふうに村を見ながら攻めているのかっていう、まあ、自分なりの考察をちょっとお話をさせてもらったんですが、もしですねタウンホール11の前回でちょっと悩んでいるという方がいらっしゃいましたら、まあその村の見方ですよねっていうところに関してもちょっとこうもう一回なんなら動画見直してもらって参考にしてもらえたら いいかなというふうに思います。で、今後ですね、不定期、まあ、おそらく1週間に1回から2週間に1、2回ぐらいのペースで、タウンホール11ないしは12のアタックっていうのもですね、この GS さんからお届けしていきたいというふうに思っておりますので、ぜひぜひですね、世界クラスの、タウンホール11、12のアタック、見れるチャンスをね、いただきましたので、よろしければグッドボタン、そしてチャンネル登録をして、ぜひ次回またお楽しみにしてもらえたらというふうに思います。というところで、本日の動画はこれで終わりにしたいと思います。また次の動画で皆さんお会いいたしましょう。バイバイ。